はい、こんにちは。こんばんは。はい。あ、寝てた？はい。めっちゃ普通にズカズカと入ってきてた。びっくりしました。まあ、フリーなんで、ね、入ってきてもらえばいいな。まあ、いいですよ。はい。今日は何すか？まあ、今日なんですけど、はい、世の中では、非常事態宣言。はい、まあ、いくつかの時期出たじゃないですか。まあ、仕方ないですね。今の時期は、はい、落ち着いちゃったじゃないですか。はい、なんで、こちらも、みんなこう家にいるじゃないですか。まあ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 そうですね。まあ、そういう方のためにね、はい、動画をね毎日これから投稿しようかなっていうところで終わってありえない、考えられない。どうですか？いやないない、いやないない。16日から31まででしたっけ？まあ北海道はそうですね、はい、らしいじゃないですか、はい、その16日から、まあ、ずっと31まで、はいはい、動画出し続けませんか？ちょっと何やってるか本当に理解ができない。ちゃんと時間もビタッと合わせて。いやいやいや、そういう問題じゃない。何、ま、毎日出すってどういうことですか？毎日出すだけだよ。いや、そんな暇ないですから。僕だって働いてるわけですから。俺だって働いてるよ。で、毎日動画出さないからこんな結果になってるわけじゃないですか。そこなんですよ。はあ、ペンペンさん毎日、はい、てか最近更新頻度下がってんすよ。まあまあまあそうですね、最近ちょっとサボり気味、サボってるじゃないですか、はい、でちょっとなんか気向いたらダラッと生配信しちゃうみたいな感じじゃないですか。まあ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 、まあ、ここでね YouTuber らしく、はあ、この非常事態宣言が出た中、やっぱ家にいる人を楽しませるためには毎日動画投稿するしかないと。なんかおかしいんだよ。いやー、マジか。マジっす、マジっす。で、まあ普通にやってもまあ面白くないじゃないですか。まあ、ただ僕が苦しむだけですからね。はいはい、なんで、ちょっとうちらはね、二つのチャンネル同時にね、毎日31日まで上げるって予定なんですけど、まあ、16日からですか？俺はいいとは言ってないのに。もし、上げなかった場合、はあ、一時500円ずつ、チャリンって貯金してきませんか？罰として何その罰金方式、考えられない。で、まあそのうちね、多分非常事態宣言も開けると思うんですよ。まあまあそうです、ね、その感じ。ちょっと俺なんか焼き肉食いに行きたいな。いいですってことは単純に考えたらあれじゃないですか、だって15日ぐらいあるわけじゃないですか。そう全部サボったらマックス7500円。1万5000円はで飯食いに行ける可能性もあるってことですよ。いや、もう素直にご飯食いに行ってみたらどうかでもいいんじゃないかな。それは。いや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 、これはね、まあ、僕もちょっと更新頻度下がってきてるんで。まあ、そうですね。でもここはしっかり上げていかなきゃいけないっていうところも踏まえて、はい。はい、毎日上げようじゃないかと。なんでかな。なんでだろう。わからない。まあ、とりあえず。まあ本当にね、ちょっと上げる自信がないんであれば、もう7500円ある程度用意しといた方が。いや、そうですね。ちょっと銀行行ってきますわ。僕ちょっとリサイクルショップ行って、貯金箱探してきたんですけど、はい。だから豚の貯金箱が500円で売ってたんで、最初にサボった人はその貯金箱代を払うっていう。ちゃんとしてる。やだ。で最後に、はい、バーンって割って、はい、いくら貯まったかね、まあ、見てみましょうと。やりたくない。やんないですか？やりたくはないですよ。なんでそれでお金がなくなっていくのか。まあ、そこ犠牲者作ってもいいっすよ、別に。犠牲者？もう一人なんか配信頻度低くなってる野郎がいるんですよ。まあ、いますね。うん。ちょっと携帯ないんか？携帯ないんか？じゃあ新たにちょっと1名追加になったので自己紹介お願いいたします。ウッドロッサーです。おー、生オルガさんじゃないですか。ありがとうございます。俺、瞬間連絡来て、割と水準備したんですけど、はい、何すか、はい、むしろ今何やってました？まさか女と遊んでたわけじゃないですよね。いや、僕も彼女はポケットしかいないんで。あ、ですよね。あ、やっぱり、あですよね。よかった。いや、はい、いたら本当にすごいショックな出来事だね。ね、まさかいないですもんね。僕はね、一生ポケモンが恋人だもんだ。
よかった安心しました。これ実は安心です。なんかね、最近あの配信の更新の頻度が減ったっていうね、らしいですね。ちょっとなんか女性の影が見えるのかなとかって思ったりもしたんですよ。なるほど、はい。ああ、なるほど。ちなみに今日のニュースって見ました？はい。ああ、はい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 。鋭いですね。鋭い。鋭い。そうですね。そうですね。はいはいはい。そこまで僕は見たんですよ。はい。ああ、なるほど。今日。お、自信。あ、なるほど、素晴らしい。はい、あとは分からないと。ああ、まあ今一番大きい話題っていうのは、まあ、緊急事態宣言じゃないですか。そうですね。ってことはまあおそらくみんな家にいなきゃいけないじゃないですか。もう、ああ素晴らしい。家での作業をするってことですね。そうですね。はい。なんで、まあ、最近まあオルガさんもちょっとねたるんでるわけじゃないけど、うん、そうですね、なかなか苦しいかなという、うん、苦しいかなって感じなんで、緊急事態宣言16日からじゃないですか、31日まで、はい、ってことは、どうしました？どうしました？どうしました？あ、なんすか、例えば。おお、おお、おお、鋭い、鋭い。素晴らしい。さすが、分かってるうちらを。まあそうっすよ、そこっすね。毎日投稿っす。ただ罰ゲームではありません。そうです。挑戦ですか。挑戦です。この3人で16日からもうずっと31日まで。毎日投稿しましょう。え、これ毎日投稿じゃないの？いや、違いますよ。いや、違いますよ。いや、違いますよ。もう、挑戦ですか？挑戦なんで、3人で頑張りましょうっていう感じで。はい、でですよ。まあ、普通にやっても面白くないんですよ。なんで、まあ、16日から31日までで、なんていうんですか、動画上げれなかった日は、罰として、500円を貯金するっていう。ただあれですよ、自分の貯金じゃないですよ。3人でその後になんかね、緊急事態宣言終わったら、まあ、終わったぞって。そうですね。なんか焼肉屋さん新しくできたらしいんで食べに行きたいじゃないですか。それのお金にしません？7500円。いや、マックスサボればっすよ。マックス2週間何もしなければそうなるっていう。そうそうそう。いや、もしだって毎日あげれば、まあ、ただでね、ただで肉食えますから。わけですから。俺、今年、酒だといつも言ってんじゃん。いや、毎日あげればいいだけですって。生ダメなんですよ、それが、残念ながら。生は、ずるいっす。生は、超絶ずるいっすね。ねえ、うちらどうしても3人とも頻度落ちてるんですよ。そうですね、なかなか。で、まあみんな視聴者の人もね、きっと家ですることなくて暇を持って余すと思うんですよ。まあ、そういった中、うちらがじゃあ動画を配信しないでどうすると。そういうことだろうと思ったよね。電話来た時点で絶対配信しようかなと思ったよね。まあただですね、一応あのもう貯金箱も実は用意してます。はい。豚の貯金箱、あの僕あのお昼リサイクルショップ行ったんですけど、なんかあったんで、最初にあの動画投稿しなかった人がその貯金箱500円なんで、それを買うっていうところから始まります。で、最後にその貯金箱をバリーンと割って結果発表して食いに行きましょう。で、今ちょうど動画撮られてると思うんですよ。撮ってますよね、おそらく。あ、僕か。はい。データ、それから差し上げますか。おそらくこの動画が終わった後、おのおの一旦編集しないと実は間に合いません。
もう僕らも今もう終わったらすぐ編集します。あの一人で喋ればいいんです、家で。もう一回やり直す。そう、こんな経緯でってやることになっちゃったんで、リテイクを。はい。でまだルールこっちも説明してないんですよ。なんでルールもね、ちょっとこれから説明していきたいなと思います。あー悲しい、これはひどいな、悲惨だね。で今からね、ちょっとどうしてもオルガが来てほしいっていうんでね、ちょっと僕がジャンプしちゃいますか。じゃあ今から行くんで良いの方お願いします。はい、せーの、えい。さあということで到着いたしましたね。着きましたね。疲れた。はい、まあまあまあ、先ほどねお伝えした通りですよ。はい、どうしたんですか、元気なくなったんじゃないですか。あの状況でやれねえは言えねえよ。はい、あの状況で、いやちょっとそれはちょっとできねえなぁ。わちょっと根性入ってねえ。あ、じゃあ参加される方向で言って、ここに来てこいつったのやるの一択しかねえだろお前。バカ野郎お前。さすがに、いや素晴らしい、さすがにキス。いや、そうなければ一円も払わなくていいわけですから。まあ、じゃあルール説明の方、はい、はい、行きましょう。お願いします。まず、今撮ってる動画を15日の何時がいいです。みんな一斉にあげましょう。今日もう日に変わって15じゃないですか。あし。いや、16日からスタートですから。いや、これ予告動画ですから。予告動画、これ予告ですから。予告、これ本編じゃないですよ、はい、今から、はい、スタートじゃないですから、明日からスタートですから。ヤンキーの趣味と同じじゃねえか、俺も。ちなみにこれ忘れたら多分、あれですよ、貯金箱買うことに。いや、貯金箱買うことに。まあ、つまりもうこれからもサボることはできない。そうです、そうです。ちょっと個人的な話していいですか。はい、明日出勤ですか。はい、明日出勤ですか。僕も一応自分の、はい、仕事ですね。何時からですか。ペンペンさん何時からですか。僕は朝から普通にありました、ね。はいはい、僕の仕事いつも昼ぐらいかな。昼ですか。はい、そうだそうだ、俺朝9時からなんだよね。あ、じゃあ僕とほぼ一緒。割とでも世間の人よりはちょっと遅めというか。あの、僕のルーティーっていいですか。はい、もう寝る時間なんですよ、この時間。まあまあまあ、今、まあまあ、今多分11時、まあ12時ぐらいじゃないですか。はい、まあはい、もう布団で寝てるぐらいなんで。はい、やっぱポケモントレーナーとしてちゃんと早寝してちゃんと起きて生活するっていうのが。ああ、素晴らしい。はい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 、はい、マジで明日あげんすか。はい、はい、マジで明日あげんすか。はい、別にあげなくてもいいんですよ、貯金箱買うことになりますけど。いや、貯金箱買う程度ならいいっちゃいいけど俺は。じゃあ明日出さなければいいですけど。そっから、でもそっからサボってったらまた500円ずつ500円挟んでます。はい、だからこその救済ルールが。救済ルール、お願いします。救済ルール、さすがに、まあ、2人とも生放送メインじゃないですか、はい、毎日動画作るのめっちゃ大変だと思うんですよ正直。あの、さっきも僕お話ししたんですけど、はい、無理っすね。なんで最悪っすよ、最悪1日おきであればショート動画を使ってもありにします。素晴らしい。ギリ救済ルールですよ、これ。ギリなんとなる、ギリなんとなる。やっぱショート動画もあまりにも簡単すぎるショート動画は NG ですよね。あ、じゃああれですか、僕がこの間ポケモンであの某セクシー女優であげたあの動画とかはもう、ただちょっとね、もうスクリーンショットして写した動画だけじゃちょっとね NG かなって感じですよね。でもあれは出すのありますからね、ポケモンリード違い出すって行動に関しては。はい、まあでも動画は動画ですから。はい、だから本当に気合入ってるんであれば15日間すべて動画を作る。でそこそこのクオリティで3分、せめて3分。ハードル上がったな。3分から5分ぐらいは最低でも頑張ります。それはもう、うん、頑張らないといけないかなと思ってますので。死ぬだから大丈夫っすよ。だって別に彼女もいないっつったじゃないですか。彼女いないっすよ。はい、ずっと暇あるじゃないですか。あとあれっすよ、早くあの OK ですって言わないと一生続いてこれ編集終わんないし、俺今それ今思ったらこのシャルもやめるわもう。おう、じゃあ明日、じゃあまずやるってことで OK ですね。よしやりましょう。じゃあ素晴らしい決定。おっと鏡だよね、うん、なんかポケモンゲットだぜ。そう、なんかポケモンゲットしたらしくてリアルに。それのせいでちょっと打ち込みしますよ、打ち込みしますよ、打ち込みしますよ。ということで、もうちょっと早く帰って編集しないとどんどん睡眠時間も削れてきますよ。ほんまそれやな。じゃあ頑張りましょう。頑張るぞ。おー。被害者です。巻き込み事故です。